第2章代表的ながん食事療法第1節マクロビオティック A マクロビオティックの概念マクロビオティックは桜沢女一、大名ジョージ・大沢1893-1966が広く普及させた有名な食事療法です桜沢氏は京都で生まれ14歳の時に母を亡くし自らも 結核など多くの病気で苦ししみました。これを漢方医である石塚左源の食用法で克服しこの経験により東洋哲学の引用原理から導き出した彼独自の無双原理を提唱しこれに基づく食事療法を普及する運動を始めました若い頃貿易省として世界情勢に通じていた桜沢氏は 大東亜戦争の前夜に日本筆廃論を展開したため危険思想家として投獄されました戦後は世界に彼の食事療法を伝える運動を展開しました密林の聖者と言われたシュバイツァー博士のところにも行き自分の食事療法を世界に広めてもらおうとしましたが受け入れてもらえませんでしたこのため 自らの食事療法の効果を証明する実験台となり死亡率100%という熱性海洋に血を感染させ渋滞になってからこの病気を自らの主張する食事療法だけで治してみせました薬物は一切使用しませんでしたこの命がけの人体実験を目の当たりにしたにもかかわらずその万有に驚いたシュバイツァー博士は 逆に桜沢氏を追放してししてままいましたギリシャ語でマクロは大きいないし偉大であることをビオスは生命を意味しマクロビオティックとは大きな宇宙の秩序に従った生活の道を意味します自然を集奪し地球環境を破壊することによって物質文明を築いてきたギリシャ以来の生活様式を反省し 宇宙の秩序や自然の法則に調和する生活を営むことによって人間の肉体を浄化し人間性の進化を実現しようとする精神文化でありこの手段の中心に食事を置いています桜沢女一氏は千島木久氏の腸管造血説を支持する一方生物体内で原子転換が起こるという常温原子転換説も支持していた進歩的な知識人でした 食事療法の面においては食物の飲用バランスを東洋哲学的に解釈した無双原理を主張しています桜沢女医師の後継者である久し子友夫氏は欧米でマクロビオティック食事法の普及啓蒙活動を行いました久し氏の提唱する串マクロビオティックはマクバガンレポートのガイドラインの条件を満たす食事法としてアメリカの知識人を中心に 世界で1,000万人の実践者がありクリントン前大統領もその一人です1997年に久し氏はワシントンのスミソニアン博物館に殿堂入りしましたスミソニアン博物館はエジソンやリンカーンといったアメリカの歴史を象徴する偉人たちの功績が保存展示されているところですが生存中に殿堂入りするのは非常に珍しいことだそうです 久志氏は若い頃に政治学を学びアメリカ大都市の街頭に立ち続けて大通りを行き交う人々を眺めながら世界平和を実現するための方法を考えていましたそして一番簡単に人間を変革できるのは食事であると結論し正しい食事法の指導と普及に生涯努力したのですそのヒントとなったのは桜沢氏の 世界平和を実現したいなら食卓の食物を通じてそれを達成する方法を考えてみたらどうだろうかという一言であったそうです A マクロビオティックの食事療法一その地方に産する穀物で制白していないもの日本では玄米欧米では黒パンを主食とするそして主食が食事量の半分以上を占めるようにする 二副食は野菜、果物、海藻を中心とする。野菜や果物はその地方に生育したものであり、かつ季節の旬のものを食べること。季節外れの野菜や果物は避ける。化学肥料や農薬の使用されたものは避け、自然の有機肥量を使用して栽培した野菜や果物を摂取する。野菜は 塩または塩を含んだ調味料で加熱調理するが夏などは生のままで食べてもよい。3. 人香甘味料、着色料、保存料などの食品添加物を含んだ食品や白砂糖、缶詰、瓶詰、インス、タントラーメン、冷凍食品など人工的な加工食品や保存食品は避ける。 4鶏肉、豚肉、牛肉、バター、チーズ、牛乳などの動物性食品は避ける。野鳥、魚介類はたまに用いて。もういいが、多くても、食事量の15%以内とする。5調味料は生成していない塩か植物油とする。6食事はよく噛んで食べ。食事中は、あまり、多くの水分を取らない。感謝の心で食べる。 七物の引用のバランスを考え偏らないようにする。無僧原理無双原理とは桜沢氏が東洋哲学の液の原理より導き出した引用に関する理論です。この世のすべての事柄を影収束する性質と非発散する性質に分けてそのバランスを取るようにします。この理論では影と火の均衡が取れた状態を理想としており 影が悪いとか、日がいいとかの善悪の区別ではないので注意が必要です。例えば、天は秀千輪影です。男は日秀女輪影です。体でも、髪型や背部は、日秀、下方や腹部輪影です。このような引用の原理を、すべての食物に当てはめ、食べるとき、その引用のバランスが取れるように摂取することが大切であると説きます。 動物性食品はひで植物性食品は影植物性食品でも穀物はひで野菜や果物は影野菜でも根菜類ニンジンオーネレンコンなどはひで洋菜類キャベツほうれん草レタスなどは影であるします野菜の中でナスジヤガイモトマトは陰性が強いので食べてはいけないとしています 私の個人的な見解では、無双原理は、大まかに現象を分類し把握するには良い方法ですが、あまり細かいところまで適用しようとすると、意味のないへ理屈になる恐れがあると思います。細かい分類や分析は、むしろ現代科学の得意分野です。引用の概念は、物事を大局的に把握するにはいいのですが、なんでもかんでも、 陰陽で理屈をつけようとするのは無意味であり細かいところにまでこだわる必要はありません C マクロビオティックのがん食事療法上記に示した食事は原則であり各疾患例えばがんの場合は別の制限が加わりますマクロビオティックではがんの原因を陰性食品と陽性食品の取りすぎによる食習慣の乱れから来た 血液液や体液の乱れであると考えていまがんを発生させる原因となる陰性食品には化学合成品の入った飲み物コーラ炭酸飲料など清涼飲料水ミルクバター動植物性の油と脂肪生成穀物白米白いパン製粉加工品インスタントラーメン香辛料刺激や方向性の 強い飲み物、コー,ヒーアルコール、熱帯や亜熱帯性の果物パパやマンゴーなど果物ジュースアイスクリームトマトやジャガイモなどの熱帯性の野菜が挙げられておりまたがんの原因となる陽性食品には肉卵チーズ塩が挙げられていますこれらは日本や欧米など温帯に住む人間に対する注意事項です熱帯に住む人間が バナナなどの熱帯産の果物を食べても問題はありません。